はい、皆さんこんにちは。今回はですね、このスローンフォールというねゲームで遊んでいきたいなと思います。まあこれね、タワーディフェンス系のね、まあストラテジーゲームだね。すごく面白そうだったんでね、はい、買っちゃいました。ということでね、早速、まあ全くやり方分かってないんだけど、プレイしていこうかなと。ちょっと設定なんかいじってもいいけど、ちょっと音だけでかいんでちょっと下げて、はい、ということで、まあチュートリアルあるでしょう。ということで早速ね、プレイしていきたいなと思います。いや楽しみ。お、出た。はい、とりあえずこやつであそこまで行けと。あ、もうこれチュートリアル始まってるのかな。はい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 、いいよ。はい、どんどんやって。はい、いいですね。で、スプリントできると。あー、なるほど。ちょっと待ってね、これコントローラーにでやってみていい？コントローラーでもやりてえな。はい、つなぎました。これで、こうか。あ、これでダッシュね。はいはい、オッケー。そしてこうか。はい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 。で、これで、これはあなたの城の中心です。これが破壊されるとあなたは負けますと。どんな犠牲を払っても守ってください。城の中心は後でアップグレードできますが、今は十分なゴールとか足りませんと。いうことで、まあ、これが我々の、本拠地というか、中心なんだね。オッケーオッケーオッケー。ということで、夜に敵が襲撃しますと。コントローラーを押して、夜を開始してください。あ、これでいいのか。はい。来たよ。来た！こいつらか！出迎えてやろう。まあ、最初はこれで出迎えてね、我が力一人だけで押し通せるだろう。あ、来るね。え、これ大丈夫？このエリアだけ？他のエリアから来ない？これまだ大丈夫ね。こっちから来てないね。オッケーオッケーオッケー。とりあえずこいつらを迎え撃って駆逐していけばいいんだよ最初はな。あー、どんどん来るね。これどんぐらいなんだろう。結構あの射程距離広いね。結構離れてもいけんのか。はいはいはい。いや、いいですね。まあチュートリアルなんでね、サクサクとやれる雑魚キャラしか出てこないんだろうけど。あ、多いな結構。あ、でなんか出てるわ。アクティブアビリティを使用してください。アクティブアビリティは試合開始前に選択した武器によって異なります。現在は近接武器なので敵に近づいて刺しましょう。だって、ほら、あ、これがアクティブなのね。ほい、切り裂いてやるわっつって。なるほどね、弓矢だけじゃないぞと。こうな、切り払うわけね、こうやって。知ってるこれ。ほっ、あー、逃げんな。残党が逃げやがった。ほっ、あ、違う違う、これじゃないか、こうか。あ、これや、ごめん、今やで、できてなかったわ。これで使用しなきゃダメなのね。はいはい、こうやな。あ、これで切ってるね、確かに。ゴールドを使って家を建てましょうと。家は収入を向上させますということで、ここにちょっと お家を建てようと。ポン、あ、これね、ポン。なるほどね、このお城を中心にこの家が建っていくって感じね。素晴らしい、いい経済が成功の鍵です。夜を生き延びた夜を生き延びた家は朝に少しのゴールドをもたらします。おお、お金生んでくれんのね。ゴールドがなくなったので次の夜を始める時間ですと。また敵からゴールドを巻き上げろってことやな。さあし、さあ戦じゃ。どんどんついていこう。ほら、ほいほいほい。でもこれ近づくとさ、やっぱダメージ受けるから、こう遠くからこうね、チクチクやるのが安定じゃねえって思っちゃうけどな。よし、ということで、また家を建てようじゃないか。あ、これ、櫓建てれるけど、ちょっと待って、ここになんか建てた方がいい。大軍が迫っています。追加の防衛施設。ということで、これを建てようと。なるほどね。もう、あれか。こいつ一人の手じゃ、手に負えないぐらい来るってことね。大軍って言ってるから。よーし、どんぐらい来るんだろうか。さあ、行こうか。はい、おいで。あ、確かに数が多いな。なるほど、なるほど。はっ。我が力をもってしても。でもまあまあまあ、まだまだなんかさばけそうだけどな。はいはい、こうか。おい、まあさばける、さばける。オッケーオッケーオッケー。朝が来た。
ということで早速城の中心部をアップグレードするのに十分なゴールドがある。アップグレード城で何これアップグレード。王室の訓練と、キャラクターの HP が 75% 増加、キャラクターの攻撃ダメージが 75% 増加ビルダーズギルド、毎朝レベル1の家が自動的にレベル2にアップグレードされます。どっちがいいんだろうな。まあ強くキャラクターを単純に強くしたいんだったらこいつだよなでもまあまあ最初ブラにこれでいいんじゃない。 75%75% って強いでしょ。立てよ。十分なゴールドがない。いいね。選んだアップグレードで戦闘での強さが格段にアップしました。アクティブアビリティのダメージも増えましたと。ゴールドがなくなったので早速夜を進めようということで、また来るのか。おい、強化された私の力を味わうがよい。おい、どう ?75% の効果出てるこれ。いや、いいですね。おい、おい、切り裂け。はい、はい、まだチュートリアルは手に負える。これ本編始まるとめちゃくちゃ大変なんだろうな。これからはあなたがどのようにゴールドを使いたいか、使いたいかが自由ですと。ごめんめっちゃ噛んだ防衛と経済のバランスをうまく保つようにしてください。え、近接ユニットタイプを選択してくれる。どういうことこれ。あー、これか。騎士、槍兵、まあ、最初は騎士だろ。あ、かっこいいですね。で、ユニットの指揮法と、ユニットを選択されるまで移動しますと。またはん、どういうこと。ちゃう、こうか。これでこれ、あ、ちょ、どうなったこれ。どうなってんのこれ。一緒についてきてるこれ。あ、まあ、ついてきてるな。よくやった。舞台を、舞台に位置を固定する命令も出せるぞと。舞台を配置するとき地面に円が現れるまで少し長めにコマンドを押し続けてみてくれ。これで舞台が勝手に動かないようにする。試してみてくれ。まあ敵ここから出てくるからやっぱここら辺に置こうか。あ、これなんか立てれんじゃんもう。あ、いいねいいね。でやっぱ舞台はここら辺に配置するわけよ。ここから敵が来るって分かってるわけだからね。よし、お前らはここだ。いいか。さあということで夜を迎えましょうか。来たよ、我がしもべどもが配置されてるからな。行け、迎え撃て。やれ、戦え。いいぞ。あはは、優秀。あは、すげえ。お前ら壁になってくれるな。さあ帰ろうではないか。だいぶダメージ受けたなあいつらもな。夜を生き抜いた。でこれまたちょっと家建てようか。これで収入生み出してくれるから。俺今何ゴールドある。ちょっと金の見方どうで。あ、9ゴールドか。あれか、そうだな。風車、これ何、風車的なやつ。畑なのか。あ、違うか。この製粉所の将来のアップグレードごとに収入はさらに増加すると。このミルが破壊されると大爆発を起こし周囲に大ダメージを与えると。ああ、なるほどね。敵に壊されてもただじゃ終わらんぞと。敵にもダメージ与えるって感じかな。やめよう。ちょっと待って、後でいいや。先にこれ増やそうか。最初基本はこれで櫓立てて、まあ金生み出しゃまずね、やっぱ収入源を増やしときゃいいでしょ。これチュートリアルまだ続いてんのこれ。とりあえず夜行こうか。来い、お前らこの門番だよ。ここな。やべえ、敵を配置する前に、敵じゃない、味方を配置する前に始まってしまったわ。さあ行け、お前らここで待ってろ。まあいいや、ついてこりゃいいか。やれ、よし、やるんだ。ほい、いや面白い面白いねこのゲーム。あ、いいね。はいはいはい、終わった、帰るぞ。これでまた金が来たから、これ立てようか。じゃあこいつで、まあこれ立てといて、ポンポン、オッケー、こんな感じかな。でそろそろアップグレードした方がいい。これもアップグレードできんのかな。これ
あ、できんじゃん。やっぱここ重要拠点だからね。敵に最初に迎え撃つところはこうアップグレードしとかないと。あ、足りない足りない。 OK、 じゃあもう一回夜を迎えますか。じゃあこいつらを一回配置して、おいおいで、この優秀なやつらをここのね門の前まで連れてって。いや、こっちからしか来ないよね。いきなり不意打ちであっちから来ないよね。怖いんだけど。いや、多いな敵の数が。いや、ちょっと待って、これのやっぱり援護射撃と一緒に戦える方がいいから、ここやな。ここお前らここいろ。さあ夜が来るぞ。さあ行こうじゃないか。行け、やれやれ。ほっほっ。これが仮に突破されたとしてもまだ防御はできるから、行け。ほいほい。さあ帰ろう。よし、これでまた強化できんな。最後の夜が迫ってます。強力な攻撃に備えましょうっつってるから、相当強いやつ来るんじゃない。これさ、こいつらのこの部隊はこれ強化できる。ユニットの増加、補充速度アップだって。これちょっとさ、増加させよう。倍増した。これは強いぞ。見てみろ、これやばいな。 8体になったわ。でさらにここを強化しといて OK で、まあここ突破された時のためにね、やっぱこういうとこ強化しとくわけよ。まあ、これでこのゲートはこれ大丈夫なの。これこのゲートは強化しなくていいのね。 OK、 そしたらあとは余った金でお家でも強化するか。はいはい、これで収入もさらに上がるでしょう。あ、もう足りない。さあ行こうか。じゃあこいつらを連れてって、あ、おいで。でここで迎え撃つと、これでも4体しかいないけど、これめっちゃ強いのがボス級のやつなんかな。いや、ここここら辺で門がめっちゃ、これで配置できる。止まって、あー、いいよ、配置ついたね。よし、さあ夜を迎えようじゃないか。行くぞ。やれやれ。あー強い。あー、これ確かに強いわ。こいつら突破されんなよお前ら。最初はこれでお出迎えだ。ほい、俺はチキンだから後ろからチクチクするわ。おお、突破してきた。嘘や、なんやこいつら、強引に突破してきたわ。壁になってなかった。やれやれ。あはは、もうこれ袋叩きだ。もう捨て身でやってくれ。もう8体いるからね。もう何体死、3、4体死んでもまあどうにかなる。はいはい、やれこいつら、どんどんやれ。我が王国には一本も触れさせんぞ。行け、やばいなこいつ、めっちゃ突破してくるんだ。おお、これで生き延びた。あ、これで勝利なのね。あ、面白いこれ。いいですね。へえ、基地スコア、ハイスコア、ゴールドボーナスだって。140もらった。ミューテーターボーナスはゼロだったね。これでレベルが上がんのか。ユニバーサルインカムだって。あなたの城の中心部は金を生み出し、それをアップグレードするたびに収入が増えますと。あ、さらにレベル上がった。レベル3、秘術の塔。あなたのタワーははるかに広い。あー、これで塔が強化されたのか。その発射物は敵に 大幅にダメージを与えますと。へー、あ、また上がった。光の襟、なんかすげえなこれ。受動、迅速な近接攻撃、全ての高速移動敵タイプに対してダメージボーナスを与え、数秒間速度を、あ、相手の速度を落とすのね。速度低下させ高速な敵に対して有効であると。アクティブ、自分自身を回復し短時間だけ、おー、すげえ、大幅に攻撃力を上げ、最大体力で 30% 以下でこの能力を発揮すると効果が長持ちします。 OK、 ということでこれでチュートリアル編だったのかなこれ。すげえ。はい、ということでね、まあ一通り今のが多分チュートリアル編だよね。いや面白い、なんか分かって、まあ今後ね敵どんどん強くなっていくんだろうけどね、今やった感じね、すごく面白い。多分今のがチュートリアル編だったと思うんだけど、はい、次回からね、次はここかな。 6個ステージがあるみたいだから、で攻略して、まあ4つあんのかな現状ね。まあ今後ね、今アーリーアクセスって書いてあったから、
まあいろいろ追加されていくんだろうけどね。はい、まあとりあえずチュートリアル編ということでやり方の基礎は学んで、まあ次回からね、まあちょっとね裏でちょこちょこ練習して、またできそうだったらプレイしてみたいかなと、できそうだったらというか上手くなったらねと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひねチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね、バイバイ。